今回はね、自撮り棒を紹介します。前からの興味あったんですけれども、最近こうやっていろいろ動画を撮っていく中で自分自身を撮影するのにですね、いつも手にも iPhone を持って撮ってたんですね。で、それだと、距離感も近くなってしまうので、いいものはないだろうかと思っていたら自撮り棒というのがあったので、Amazon で早速購入してみました。Bluetooth 付きのやつです。で、これは後で概要ページの方からリンクしておきますね。で、箱の中身は本体と携帯の、台となるやつ、そして、USB の、充電用のケーブルと、あと一つちょっと何に使うのかわからないオレンジ色のものがありました。で、本体をですね伸ばしてみると結構長いんですよね、これが。そして、わかった、オレンジ色のやつはこうやって携帯が傷つかないようにつけるんですね。で、実際に取り付けてみるとこんな感じで、角度も切り替えることができます。で、手元にこのスイッチがシャッターですね。で、ここに、電源のオンオフボタン、そして充電用の穴があります。結構ね、良さそうですね。あとで充電して実際試してみます。それで、もう一回伸ばしてみた。今度は、iPhone つなげて作ってみましたけど、割とこんな感じで撮れるんですね。いいですよ。この動画の概要欄に、製品へのリンク貼っておきますので、もし興味があるようでしたらぜひお求めください。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた。